長谷川新3月15日から1963年6月11日は日本の小説家、劇作家。本名は長谷川新次郎。使用した筆名には他にも山の芋作と長谷川芋生があり、またその他春風郎、浜の里人、万万亭、ひやひやティン、ひやひや亭主人などを合している。大衆文芸作家であり、人情の機微に通じ、 また旅物の作者として知られた。小旅物というジャンルを開発したのは、この長谷川であり、作中できられる人儀は、実家が没落して若い頃に妊婦暮らしをしていた際に、覚えたものをモデルにしたという。長谷川新生探知の日神奈川県横浜市の土木受け負い業の家に生まれる。長谷川虎之助の次男、三谷隆政、同、高信の威夫系。 実母は横浜市泉区の出身だが、夫の暴力、放灯が原因で、真が3歳の時家を出る。後年、まぶたの母の主題となる母との再会を果たした。実家が没落したため、小学校3年生で中退して選挙勤め等に、従事。時。品川の遊郭で出前持ちをするなど住み込みの、走り遣いや、水巻人族として働く間に、 港に落ちている新聞のルビを読んでは漢字を覚えた。大工や岩屋の見習いなどを経た後、体より頭を使う仕事をしたいと、好きだった芝居の表を新聞社に投稿し、それが縁で1903年にその新聞社の雑用係として入社。その後、英字新聞ジャパンガゼットに移る。1905年に、千葉県河野台の気宝兵第一連隊に入営する。 その時の中隊長が、後の陸軍大臣となる、旗春六隊尉だった。除隊後、横浜毎朝新報社に入社。たまたま警察周りの記者が辞めたため、事件、事故の記事担当となり、他社の記者が書いた記事を集めては真似をして、記事の書き方を学ぶ。都新聞の劇評家、伊原生成園に手紙を書いたところ、 全く見ず知らずであったが、伊原の口利きで1911年から都心文社の演芸欄を担当する記者となる。長谷川はしばしば劇票を演劇雑誌などに投稿しており、伊原はその名前を覚えていたという。出社の際に履いていく袴がなく、知人に借り受けるため、出社日を一日延ばしてもらう。入社後、周りの記者の知識に圧倒され、毎日辞めたいと考えていたが、 それは彼らが東京の地理や事情に詳しいだけであると気づき、東京の地図を懐に忍ばせながら記者生活を送った。同時に猛烈に本を読み始める。1914年前後に、講談クラブや都新聞に山の芋作の筆名で小説を発表し始め、1922年以降は、菊池博士の助言を受け、長谷川新として作品を発表するようになる。 1925年と新聞を退社して作家活動に入る。同年に大衆文芸を進行する21日会の結成に尽力。この頃周囲で亡くなる人が相次ぎ、自らの体調も思わしくなく、以前駅舎に言われた式に近づいていることなどから、もうすぐ死ぬのではないかという思いに駆られ、どうせ死ぬなら生まれて初めて自分が自分の体に奉公しよう。 ダメなら大道で、天ぷら屋でも始めればいいと考えて、1926年には、都新聞社を退社、以後作家活動に専念した。困難の次には困難でないことが起こるということを、苦しい追い立ちから学び、前途が乏しい時ほど力で出ると、長谷川は語っている。五反田で、芸者屋を営んでいた妻、正サが亡くなり、自殺を考えるほどのスランプから小説が書けなくなり、 脚本を書き始める。いくつかが上演された後、沢田章二郎が演じた、釣りの家の好評をきっかけに、劇作家として徐々に話題を集め、靴掛かけ時次郎など、次々とヒット作を世に送り一時代を築く。1927年、江戸川乱歩、端聖治小坂井吹、国枝四郎らと短期者を設立し、大衆文学の合作を試みる。 また1933年には26日会を、結成。参加メンバーは、八政寺、高賀三郎、港邦三、藤島和寅、北条秀次、谷屋、三鶴、大村清、村上元蔵、小菅和夫、八田谷八、西川清、池波正太郎、広瀬五郎、浜田秀三郎、小住驚き、村松春吉、山手紀一郎、 山岡総八らであり、大衆文芸や演劇の向上を目的とした活動においてもその名が知られるようになる。また、他に主催していた小説勉強会、信用会の文下生には、長谷川公園、村上元蔵、山手木一郎、山岡総八、戸川幸夫、川内千介、平岩弓江、池波翔太郎、西村京太郎、武田康美らが名を連ねた。 1934年、三谷隆信とも面談する。この再会を、朝日新聞の記者がすっぱ抜き、新聞市場を賑わせた。1963年、風邪から肺炎を併発し、聖路加国際病院で死去。79歳没。医師により1966年には、長谷川新章が設立された。またやはり長谷川の医師により、財団法人。 信用会が設立された。最も影響を受けた弟子の一人、池波翔太郎は、死、長谷川真との思い出を多数のエッセイに書いており、池波が作家を志した時には、長谷川から男のやる仕事としては、かなりやりがいのある仕事だよ。もし、この道へ入って、このことを疑う者は、成功を条件としているから、なんで、好きな仕事をして成功しないものならば、 男一代の仕事ではないということだったら、世の中にどんな仕事があるだろうか。こういうことなんだね。ま、一緒に勉強しましょうよと激励されている。1912年、分家した。東京在籍。小田研究家の岩佐武三人とは3回くらいしか会ったことはなかったが、不遇だった武三人が亡くなるまで物質的な支援をしていたという美談がある。神奈川県横浜市。 東京都、暗闇の牛松は、長谷川新作の歌舞伎作品。1931年東京劇場で初演。初演時の牛松役は六代目、小野菊五郎。映画化、テレビドラマ化もされている。ABC 長谷川新とは、ことばんく。2018年11月9日閲覧。ABCDEFGHIJK、人事更新録。 第13番下派40ページ、2018年11月9日閲覧。ABCDEFG、人事更新録。第11番下派55ページ、2018年11月9日閲覧。ABCDE1960 年8月1日、NHK 第2放送、私の自助伝にて、本人団 ABCD 被害アソシエイツげない、人物情報より。 王城秀治、我が歳月 P370、岩井博史、作家の臨終、母比辞典262ページ、池波翔太郎、エッセイ、長谷川慎、鈴木宇三郎、書物展望通館152号書物展望者、1944年、P、テレビドラマ居留地ランプ NHK 名作戦、NHK アーカイブス、ありがとうございます。